はい。ダイワピアラブです。ヘライザーが、いつものごとく、爆笑問題を、誹謗中傷する動画を上げていました。それを見た、タイタンの 大田社長がヘライザーを訴えると激怒していました。消しなさい。一刻も早くやめなさい。 あのね、まがたまや、おじゅじゅつぼも、あるんじゃないかしら。売るほどあるの。彼女の実家。夫婦は仲良し。訴えることになるなら、訴えます。消しなさい。 Google の YouTube とツイートされていました。ヘライザーは大田社長に Twitter の DM で Twitter の管理と動画の管理は別の人がやっているので すぐには動画が消せません。ごめんなさい。と泣きついたそうです。その後、ツイッターを管理している人から動画を管理している人に連絡を入れて動画を削除したようです。 ヘライザーの動画は、ほぼすべて、誹謗中傷、悪口、ですからね。侮辱罪や、名誉毀損で訴えられたら100、100%負けますよ。 ご視聴いただき、ありがとうございました。